皆さん、こんにちは。さくらこです。今日はですね、ちょっとお仕事のお休みということで、なんと、じゃじゃん、波動アリーナというところに来ております。はい、ということで、今日はお台場にある、ここ波動さんでですね、ちょっとしたゲームを友達とやっていきたいなと思います。その友達たちがですね、普段ダンスを踊ったりとか、歌を歌ったりしてる友達なんですけれども、まあ、まずちょっとダンサーチームからじゃあ、ちょっと、カモン。ちょっとじゃあ一瞬マスク外していただいて、お名前お願いします。かすみでかすみちゃんです、お願いします。 なんか登場の仕方がダンサーなんだよりな。なでりなちゃんです、お願いします。あやかであやかちゃんです。はゆちゃんです。そして後ろに歌を歌ってくれたりしてます。はんちゃんではんちゃんです。お願いします。ということで、このメンバーで遊んでくぜ。イエーイ。これは何ですか？これ波動の T シャツグッズですか？でも待って、なんかさ、すごいなんか本格的な、そのなんかヘッドマウントとかもある。しかもさ、リストバンドあるってことは結構汗かく系。あ、こんにちは。波動インストラクターをやっております、イクと申します。イクさん、よろしくお願いします。お願いします。何か気になるものありましたか？こっちのなんかちょっとごつい、それが波動をやるときに必要になってくる波動ゴーグルって言って、後で皆さんもつけていただくことになるんですけど、波動の一番メインになるメインのになってます。結構汗かく系、動こうと思えばいくらでも動けます。うわーうわーマジか。さくらっこ、うわ、すごいとこ来やしたよ。まずですね、はい、こちらの部屋で今日は波動モンスターバトルという、はい、モンスターと戦うっていうコンテンツをまず最初に体験していただきたいと思います。はい、モンスターと戦う、はい、じゃあですね、こちら首からかけちゃって、もう強そう。これは先ほど皆さんに見ていただいたゴーグルです。で、今度はですね、こちらを今つけたリストバンドの上に入れていきます。上につけていきます。攻撃をするときは手を前にパンチして攻撃が出ます。じゃあもう早速モンスター召喚しちゃっても大丈夫ですか？怖いかな、怖いかな。あ、すごい、出てきた。はい、これから出ていきますよ。おー、すごいね。うわすごい。第2ラウンド。イエーイ。すごい、なんかリングみたいな。そうしましたら、ここからは、
は波動 PVP というコンテンツを行っています。はい、今はですね、モニター上に現れるモンスターと戦っていたところですが、はい、今度は人対人で戦っている。怖いなこのメンバーまあこんな感じでみんながわちゃわちゃ今日集まってますけれども、はい、だいぶ会うのが久しぶりっていうことで、そうね、そうなの、このメンバー集まるのかね。まあそう、ね、はやちゃんは ね、なんかレッスンしてくれたりとかあったり、なんかあのドクラン一緒に行ったりハンちゃんとも ね、そう一緒に行ったりとかはしてたけど、そう3人と会うの本当に久々。でも一方的には見てるから、そう勝手に。そうでもね、私もね、なんかインスタとかでつながると、ね、あの見る、確かにそう見れる見れる。タイオミの池袋のリリベ、多分19年の多分年末とかだから、ってことは4年、3年ぶり。3年、やばいね。集まんの？すごいよね。しないね。全然しない。全然しないね。全然しない。SNS の力だ。てかみんな変わらなすぎる。いや本当に。それ。3年何も変わってない。あのまんまの写真撮れるよね。グッドパーで別れましょう。おお。何のバランスかわかんないけどね。大丈夫ですか？治療してます。来てますよね、これね。普通に汗かくね。うん、代謝めっちゃ上がる。で、隣緑上げていくと大きい。そうです。エナジーボールの大きさが変わっていきます。重そうだ。重くなってね。そう、大きさが変わります。大きくなると何がいいかっていうと、当たり判定の幅が広がりますので、4枚同時に壊したりとか、そういったことがしやすくなってきます。攻めと分ける？それでもいい。スピードと大きさ。守り担当と攻撃担当。いやスピード良かった。スピード良かった。良くなかった？スピードと大きさ。スピードと大きさでいけばいい。大きさ？いや大きさ。チャージは多分あんまあっても手が持たない。そうだよね、体力がね。はい、こんな感じになりました。わかりにくいかも。どうなってんの？ね、行くね。攻めを。うん、オッケーオッケー。雨漏りですね。じゃあ私が真ん中で守る。真ん中で。はい。たすみちゃんは、スピードと大きさ。いいじゃん。誰でもそうだね、確かに。これがいい。ちゃんは、あ、いいね、バランスはいいと思う。私どうしよう。かちゃんはバリアだけ上げとかないとさ、うちら弱いわ。Thank you.
お風呂上がり？ああ。かすみちゃんのね、前髪もいい感じに。いい感じになってます、みんな。お疲れ様でした。お疲れ。でも腕がちょっとみんな死んでると思うんで、やばいね、いい運動できたね。皆さん、あの、はい、いい感じにお肌が潤ってる感じだと思います。暑いね、こんな感じでヘロヘロな顔で終わりますが、楽しかったです。ありがとう。ありがとう。バイバイ。